で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初耳です。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！搭乗会2万5000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は搭乗会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ？ええ。ゆうや、外してくれるか？はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい！セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ？いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ？死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。
いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前、もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング、何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。神宮、誰だ。須藤。風間さん、食べます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来東条会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。跡目は風間さんが決めてください。東条会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。 うるさい、セラメ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は東条会四代目桐生一馬だ。登録するんだ。もう後がないよ。今なら登録できるよ。急いで急いで登録して。登録してくれてありがとう。え、してないの？